ビルダグリプチンは DPP-4 阻害薬に分類される経口血糖効果薬の一つである。DPP-4 とは GLP-1 を分解する酵素であり、これを阻害する結果、血糖依存的にインスリン分泌を促進すると同時にグルカゴン分泌を抑制し血糖値を低下させる。また、インスリン抵抗性を改善する作用があるとされる。 GLP-1 アナログ製剤と同じく、インクレチン関連薬の一つであり、SU 剤に代表される、蛍光血糖効果薬に比べて、低血糖のリスクが少ないとされるが、SU 剤との併用で重篤な低血糖が発現することがある。2014年現在、日本ではノバルティスからエクアとして販売されている。重大な副作用として、肝炎、肝機能障害、 血管不臭、低血糖症、黄ンス自由解消、急性水炎、腸閉塞、間質性肺炎、類点暴走が記載されている。投与開始12週後の幅 1C の低下量は、50mg1 日1回の単剤投与で0.78、50mg1 日2回の単剤投与で0.86、であった。2013年10月1日、ドイツの規制当局は、 SU 剤に比べてビルダグリプチンには上乗せ効果がないとした。これを受けて製造販売業者であるノバルティスは2014年7月1日にすべてのビルダグリプチンをドイツ国内から回収した。ビルダグリプチン 50mg を空腹時に服用すると最大血中濃度に達するまでの時間は2.00プラスマイナス1.26時間後であった。 食後に服用するとィマックスは若干遅くなったが臨床的に意味のある差ではないと捉えられている。バイオアベイラビリティは85%である。ビルダグリプチンの結晶タンパク結合率は9.3%であり、結晶中のタンパク質と結合する他の薬剤と相互作用する可能性がある。2 5ラムを投与した際の分布容積は70.5リットルであり、 血流中以外にもビルダグリプチンが分布することが示唆される。ラットでは投与1から4時間後に腎臓及び肝臓で最高値となった。ニトリル元の加水分解、分子中のニトリル元が加水分解してカルボン酸とアンモニアが生成する。アミド結合の加水分解、分子中のアミド結合が加水分解する。 ビルダグリプチン百ミリグラムを投与した際の代謝産物として血中からニトリル元の下水分解物が五五五十点パーセント、アダマンタンにつく水産元のグリクロン酸縫合体が九点三パーセント、分子中のアミド結合が下水分解されたものが八点一パーセント検出されたビルダグリプチン百ミリグラムを投与した後百六十八時間以内に八十五パーセントが 尿中へ15%が単重中へ排泄された。100mg 単回傾向等4時の血中半減期は健康被験者で3.95プラスマイナス1.82時間、軽度、中等度、重度腎機能障害患者で2.83プラスマイナス0.76時間、3.89プラスマイナス1.64時間、3.55プラスマイナス0.35 時間と変化が見られなかったが、末期人疾患患者では5.64プラスマイナス1.33から8.05プラスマイナス6.26時間と延長が見られた。ありがとうございます。